格納ワールド始まりました、今日もいつものように、パイロットの格納という万年筆を使って描いていきます。今日使うインクはですね、色しずくの甘い色ですね。ちょっと明るい色、他のインクも使おうかなと思ったんですけど、どうもねこれももう足さなきゃ、全部足さなきゃ、暑いのでインクが乾燥してしまうんですね。で、いなくなってしまう。まあちょっと少ないんだけど、これを書く分に、今日の題材は椎茸のこのパック詰めです。これを書く分にはなんとか足りるのかなっていう、足してくればよかったんですけどね。とりあえずもうやりたいということで、始めてみたいと思いますね。あえてこのパック詰めという面白さをやってみたいかなと思うんですよ。ね。で、こう、一つ一つの、こんなんでないな。こんなんでないけど言っちゃったな、もう。一つ一つの、解放された、ラップから解放された椎茸を書くのもいいんですけども、パック詰めされた状態がどういう感じなのか、イラストにするとどういう感じなのかっていうのをやってみたいなと思いまして、いつものごとく、独断でこう、パッとね、始めてみました。これね、この中の面白さっていうのはやっぱりテカリでしょうね。テカリ。で、今外側のプラスチックの部分を先に書いていってます。ゴワゴワしたこのラップがね、ここあるんですよ、こうやって。もっと膨らんでるな。で、ところどころこうパックがわざと波打っている。滑り止めなのかな。で、こう、消えていくという感じです。そして、こっから、せり上がって、パック、はみ出してる椎茸が一個ありますんで、それが、ラップによって抑えられている。で、行った時に、この幅とこの幅がね、気をつけていかないと、ただ奥に行くに従って、細くは見えてるはずですね。で、ここが分かりづらいんだけども、やっぱ飛び出してるな。ここを飛び出して、ここまで飛び出してる。でここまで飛び出して、こう、こんな感じで外角を作ってきました。で、先に、ここ細い線があるんだけど、もうすでにここにライトのテカリがですね、襲ってきてまして、襲ってきてるっていうことないか。光ってまして、これを先に丸いライト使ってるので、丸いライトがこうね、映り込みしております。もう先に書き込んじゃいます、こういうふうに。それで、その中でプラスチックのこういう細い線が入っていくんですけど、この一個、これが、どこだこれ。あ、被ってるね。被ってる。この辺ぐらいにこう、椎茸がテカリの中にありまして、溢れるギリギリのとこなんですよ、この椎茸は。こういきますね。そして、もうちょっとこっちに行って、真ん中に1個があります。先にこう、こんな感じかな。ここでグッとね、プラスチックに抑え込まれてるわけです。抑え込み一本みたいな感じでね。うん。で、それでやっとここがどういうふうに、こう、関わっていくのかっていうのが分かってきましたので、これもやっぱりちょっと押されてるんですよ、隣の椎茸に。で、さらにこの上の椎茸にも、影響されてまして、ただここはいけないんですね、ここに。というのは、土、つかずじゃない。なんだっけ。これの部分もあるんだけど、これまたね、テカリです。これね、見る角度によって、これ伸びたり縮んだりしてるから大変なんですよ。どの角度で決めていくかっていうことをね、やりながら、そっか、こう来ちゃったか。ちょっと変わるな。目線の位置変わっちゃったから、テカリ位置また変わっちゃって、ね、こんな感じになっておりました。で、外へ流れていくんだけど、
一息ついて。意外と複雑だね、これ。こう、ラップ詰めっていうのは複雑だと分かりました。テカリの中にこの、土好きだったっけな、名前出てこないわ。普通に使ってる言葉なんだけど。それ、これですよ、これ今書いてるね。テカリの中にあるんですよ。で、クイッと潜望鏡のように曲がっておりまして、これね。こんなに曲がってないな。で、黒い部分がありまして、これね、皆さん、椎茸はね、まあ、キノコは、洗って使っちゃダメだって知ってました。ポンポンポンって汚れを落とす程度。で、なぜそうなるかっていうと、余談ですね、これ。余談ですけど、うまさ、美味しさが、水とともに流れ出ていってしまう、ということなんですよ。あー、なんかね、この形になってきましたね、少し。やっとなんか描けるところに来てるぞっていう感じで。そして、本当はね、入れたいんですよ。筋とかいっぱい。でもなんとなくこう全体の輪郭を押さえていきたいっていう先に気持ちがありまして。どっちが上か下かっていうことを考えていくね。考えていくんですよ。そうすると、ちょっと位置変わったかな。このラップに包まれたこの部分っていうのは、ここまた、新手が登場するわけですよ。何か。ラベルが貼ってある。これも見てね、見破って書いていかなきゃならないですよ。こうやって。あ、ラベルあるわ。っていう。そうしないと、ラッピングされた椎茸にはなってこないな、ということで、これがまたリアリティを出していくんじゃないかなと思います。そして、今 QR コードっていうのが多いですけども、スーパーのやつは、二次元コード、バーコードですね。これもね、イメージで書いていきましょうね。この通り書く必要はないので、数字を書くスペース、ここにしようか。なんかね、数字がちょこちょこっとあるわけです。そして、よく見てね、太めのところをこう強調してこう見てって、それから細い線をパッパッパッとやっていけば、バーコードっぽくなるのかなと。で、ここに金色のテカリが走っています。こうじゃない。こうか。こうだね。で、こう、折れてるんですよ、これ。ラベルが。こう、ちゃんと跳ねれるのかな、ピッて。それを心配しつつ、心配する必要もないですけども、すでに跳ねてきてるので。ここに帯が入ります。帯が入るよ。一応ここに北海道と書いてあるんですけども、北海道って書くの大変なんで、このシャクシャクシャクシャっていう感じでいいんじゃないですかね。で、文字書いて、こういうふうに影、ここまた複雑だね。ここに時間取られたくないな。ここもなんかぐちゃぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃぐちゃ、しいたけ。なんとか。肉厚みたいな書いてあるんです。はい。こんな感じでラベルがつきましたので、こう黒なんだけど中に文字入ってるから、全部塗ったくらないで、間開けていくといいかなと。で、最後の一番下のところが黒く塗っちゃえば、あ、黒いラベルだっていうの分かりますんでね。こんな感じにしましょう。はぁ、この線に沿ってテカリがラップ側にもついています。これはね、外の窓が映り込んでるようです。そういうのを見破っていくんですね。あ、窓だわ。窓が映り込んでんだわ。そうすると窓っぽく書いていけば、おう、窓だ。で、さっきこう、ここかなって失敗したところも実はテカリの位置なんですよ。なので、こう、うまくテカリとこう、こう混ぜ合わせて、もう、調整していくというね。はい、感じです。さて、ここまで来ると、どっから次書くかな。あ、ここにも窓が映り込んでる。テカリを先に書かないとね、なぜダメか。テカリの部分は下の椎茸の部分が光ってて見えません。それをね、椎茸書いちゃうとテカリじゃなくなっちゃうので、いやー、よくよくこうやって改めてみると複雑な形、椎茸もしてますね。あれ？これ、ここまで来るんだ。ここまで来るんだ。大きいんだ、この椎茸。そして、ほら、
ね、テカリになってくるでしょ。で、これはね、この辺ぐらいに切り口があります。ハサミで切るのかね、チョキンと。こんな感じで。いや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 。で、よく見たらね、ささくれのようにボサボサになってるんですね、このものっていうのは。ヘタの部分、茎の部分みたいな、この部分っていうのは、そうなってます。おね、で、これが下のね、しいたけちゃんがこう干渉してきてるわけです、ここに。それもね、複雑な組み合わせだから、どれが最初に上にあるのみたいなことを見ていかないと。で、こう肉厚の部分がね、こう、あ、そっか、今日はこの肉厚のしいたけを使って料理をしようかな、なんて考えてね、います。ほら。いやー、なんか笑ってるみたい。これ、ぺって。そうじゃないんだよ。ここが、いやー、干渉、もう一個入るからね、ここに。もう一個入るから。それを見ながら、こういうふうに、入っていきます。よっ。よっ。お、なんかなってきたな。この下はね、すごい影ができてるんですよ。だからちょっとハッチング入れてみますかね、ここ。ベタ塗りに近いハッチングですね、これ。ベタ塗りに近い。なんか今日ね、手が疲れてる。なんで？みたいな感じですけども。これでやっと上のヘタが、ヘタじゃないわ。傘の部分が描けますね。こういう感じで。ここもね、少しずつやっていきましょうか。あんまりね、ハッチングするとき下に線、僕は引かないんですけど、今日はなんかね、くっきりさせた方がいいのかなっていう感じで。で、ハッチングの線の向きは、今ちょっと方向少し変えましたけど、できるだけ同じ方向にね、引いてってください。うん。よし、いいぞ。そして、テカリの下に、これテカリだよね、こう。こう入ってくるんだね、こっちの椎茸さんは。で、窓のテカリの下をくぐっていく。よっ。うん。で、ぐーっとこう、ラップに包まれていく感じがありつつ、ここのラベルの下に入り込んでいくんだね。ここは、あ、そっか、もうちょっとこう上だな。こんな感じだな。まあ、この辺の調整はね、できるんですよ。で、これラップに挟まれてるので、その部分ですね。で、ギリギリまでこう挟まれた状態で来て、ここでグッと上がって入り込んでいく。で、ラベルに隠れつつも、下の石突き、あ、石突きか。思い出したぞ。石突きの部分がここチラッと見える。いやー、ここまで来ましたね、ついに。ここまで来ました。で、プラスチックがよくここの辺は見えてるんですよ。なので、プラスチックの部分を描いていきましょうかね。これなんか滑り止めみたいなきっと感じで四角くなっているんでしょうね。あと、こう、グワングワングワンってプラスチック、ここにも角。あります。さて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 、まだまだ書くとこいっぱいあるよ。で、これプラスチック。どっかこっかね、省略していきましょう。じゃないと終わらないよ、これ。すっごい複雑なんで。見れば見るほど複雑だって分かってきましたね。こういう感じで、上がってって太すぎねえか？うん。で、プラスチックがこう入り込んでいって、でその中にもテカリがありつつ、厚みがありつつ、段になっている、ここで。段になっている。ああ椎茸に入り込んじゃったぞ。大丈夫か？大丈夫でしょう。よいしょっと。上書いて、もう一段下にこう来て、なんかね、だんだんやっていくうちにね、勝手にその形になっていきますから。で、石突きの部分を、こうですね。こう、境界線を書いていく。で、こっちも、これはね、あんまり境界線が出てないな、このっちの石突きは。うん。あ、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 
テカリ、テカリ、テカリですね。ここにあともう一箇所テカリ、大きなのが出ています。時々猫、舌が見えたり。この辺もね、なんかほら、ただお皿に置いてる感じじゃないですか。ところがこういうふうに、うっすらとラップのテカリの部分を筋状に書いていくことによって、ラップに変身していきます。この辺は濃いので、ちょっとハッチング入れて、こんな感じかな。テカリだよ。今ね、ひだを変えていくとさらにそれっぽくなってくると思いますよ。いい感じになってたね。この辺もこう、引っ張られてる感じ。ラップが引っ張られてる感じ。これもそう。この中でもテカリがあります。こういう感じで。プラスチックの上でもテカリがあります。で、こう、濃淡を結構けじめつけて描いていくといいと思います。そしてね、こうね、ぐちゃぐちゃぐちゃってラップが畳まさって、これね、最近さ、このラップのやつって開けづらくないですか？ もうちょっとなんか考えてほしい。買ってきたらいいけどさ、なかなかどこでこう、ね、蓋がこう、あれしてんのっていうぐらい、分かりづらくなっていて、剥がしづらいみたいな、ここもなってますね、くしゃくしゃくしゃって。それがね、最近お買い物の後の、使う時の気になるラップの状態なんです、僕の中では。ほら、これがね、境界線、こういうラップをまたいでくるんですよ、下まで行ってるから。ハッチングこう入れましょうかね。ラップがね、外までまたいでいくんです。これを見つけると、あ、そっか、これラップだよな、確かに、っていう感じになってくると思います。この辺はどうなって、ここ意外とね、スルーで外側見えてるので、そうでもない。さてさてさて、変えてっか？ひだ変えてっか？その前にここ一箇所ハッチングしたい。今度線引かないでハッチング。境界線引かないでハッチングします。ね。で、あと、石突きのところの影の部分。ほら、影のところ入ってきましたよ、ついに。影のところを変えていきます。ここも影のところを変えていきます。順番にね、ルーティンを持っていけば、なんとでもないみたいな感じで。あとは、ここは濃いね。そう、見たまま変えていけばいいんですよ。ただ単純にね。初回からそれ言ってますけどもね。あとね、模様みたいな、腐れではないですけど、模様みたいなね、柄がありまして、傘の部分の方が明らかに色濃いですからね。ひだの部分白いので、でもさっと多分、ひだを濃いとこだけ描くしかないと思うんですよ。そうしないとね、何が何だか分かんない絵になってくると思うんで。まあ、傘の部分を、ここもなんかこういうふうに、テカリをね、かぶせて。まあ、ある程度、テカリの部分作ってもいいと思います、自分で。こうなってるな、ああなってるな、みたいな感じ。少しなってきましたか、椎茸っぽく。どうでしょう？インクがね、なくならんように。なんとか、こう。足してこいよってね、最初から。こう丸みありますからね。丸みのようにこう、筋を描いていく。で、意外と手前が明るいね、こっちが。ここが濃い。この下のところは断然暗いです。こう影になってるんで。こんな感じで。で、手前のひだひだじゃない、傘の部分の模様を描いていきます。ここ丸いよ。こういうふうに丸いよ。ここも意外と明るめ。お楽しみの部分が、ひ だです。こうなってんだよな。気をつけて描いていかないと、本当はね、ものすごい細かくなってるんです。でも、全部書いちゃうと、さっき言ったように、うるさいものになっちゃうので、もう本当にね、濃い、あ、ひだだなって見えるとこだけやっていきましょう。ね、こんな感じで。そうするといいと思うんですよ。ここね、特別濃いのがあった。これ、汚れみたいな、カスみたいな何かがあって。これさ、バター醤油するとすごい美味しいよね。
この辺はどうしようかな。こう書かない。ここだけ書いて。ね。ここにね、濃いところがあるんですわ。こう。うん。こういうところを見つけて、見破っていくということですね。はい。このぐらいでいいでしょうね。で、ここはね、線引かない方が良かったかな、やっぱりな。でも、まあまあ、なんか形になってますね。はい。だいぶ終盤になってきましたね。雰囲気出てきました。ここすごい見えるよ。こういうふうにね、扇状に書いていかないと、ひだになりませんからね。ここは影があって、これ皆さんね、なかなか最後まで私の書いてるの最後まで見る人少ないような気がして、あとね、すっ飛ばして見てもいいんですけどね。うん。なんかこういうの好きな人もいるから、書いてるとこ見るの、その人方はじっくり見ていただきて、あ、そうだ、書きながらですね、いつも前後に入れるような、お知らせをちょっとしていきながら最終仕上げに向かっているんです。そう、下の概要欄にですね、ホームページへの入り口がアドレスが書いてありますので、YouTube だけじゃないんですよ。そこに写真やら文字やらいろいろありまして、いやー、これラップ感もうちょっと出したかったんだけど、こういう風にすると出るかな。うん、それをね、ご覧いただければ嬉しいかなと思っています。ここくしゃくしゃでしょ。で、ほら、まだ今日はね、ちょっとやってない部分があるじゃないですか。もう気づきですよね、皆さんね。影です。影、いつもの影です。これで、ね、複雑なラップの影が出ていて面白い。なんでこんな複雑になるんだろうね、みたいな感じの。回ってんだよ、影がこういうふうに。渦を巻くように回ってる。で、だからハッチングじゃないのこれ。なんかここも描いてる。ね、描いてるんですよ。すっごい造形的になってるんですよ、これ。これ何だろうみたいな感じで。で、後ろに置いてあるインクが被ってきてる。あ、傘の影だ、これ。すごい、あ、そっか。照明の角度が遠くを指しているから、こういうところに傘の影が丸くできるんですね。うん。それでこういう形になってきます。なんかね、できてきましたね。お、まーるく、こう、プラスチックがね、透明だからゆえに、影がすごい複雑な、プロジェクターのような。そして、この外側に、軽い影が出ています。はい。これもね、よく見ていくといいんですよ。ただ影っつってね、その黒くバッて塗るよりは、こういうのちゃんと見ていくと、ああ、面白いって思ってくれれば大成功。これね、傘の部分の影だと思います、こっちの。ね。で、ここにもうちょっと、うわ、弱い影が出てます。どうでしょう？どうでしょう？なんかなりました？最終仕上げしましょうか。最終仕上げね、よーく見てね、濃いところとか、そういうのを見て、あ、ここ濃いなとか、そういうのをさらに追加していくんですよ。そうすると、ほら、こういうところとか、内側にあるところとか、よりリアリティ上がってきます。もうテカリまくりだね、ここは、みたいなところとかね。でも、ラップしてる感が今日あんまり出てないような気もするんだけどね。ご了承ください。あ、ここ、ラップ感出せる。引っ張られてる。難しいと思うんですよ、本当に。そのまま書いたんだけど難しい。まあでも、ね、この形からして、どう見ても、椎茸のパックだよね。うん、と思ってください。はい、ということで、今日も出来上がりました。うん、よろしい。非常に。ということで、皆さん、椎茸のパック、椎茸のパック、私、チャンネル登録していただけると非常に喜びます。さらには、いいねをしていただく、それから通知をオンにする、などしていただくと非常に喜びますんで、
よろしくお願いいたします。ということで、またお会いいたしましょう。